さ子はね、正吾のことなんか好きになってくれないよ。誰のことも絶対信じない。自分以外の人間をみんな不潔だと思ってるんだ。伊佐子は罪を犯したかもしれないよ。私の方がきっとずっと正吾のことが好き。あの行動で正吾と初めて出会った瞬間からずっとずっと好きだった。それでもダメなの。正吾の心は美佐子のものなの。それは変わらないの。順番なんだ。それだけのことで私は負けなんだ。タイムマシンがあったらな、タイムマシンに乗って正吾の過去を取っちゃいたい。私この指嫌い。この腕もこの顔もこの体も正吾なんて大嫌い。今から嫌いになるって決めたの。もう嫌いになったの。だから、さよならって言われたって私は全然傷つかないんだから。運命の差が。同じ男を奪い合った女たちのその娘同士がまた同じことをするのか。しかし幸い私は干渉主義者でも運命論者でもない。行きなよ。伊佐子を追っかけなよ。そのために来たんでしょ。もう正吾のことなんか嫌いになったって言ったでしょ。じゃあね。
その子はもう存在しない。あなたが探していたその子はもうどこにもいない。父への疑いやナユタの誕生の意味を知った時に死んでしまった。平気だ。確かに変わっていない。あなたは同じことを言う。あなたはあの頃と同じことを言う。自転車の喧嘩、あの子に負わせてしまった怪我、事故の現場を
数人の友達が見てた。みんなが騒いだ。私はわざとその子の手を離したって。その親たちまでに噂された。悪いのは私。面と向かわない人もみんな陰では言ってた。みんなが言ってた。あの子の額の傷は一生残るんじゃないかって。誰かのお母さんのあの声、冷たかった。嫌な目だった。すぐじゃない。短い時間じゃなかった。みんな急に態度を変えて。ずっと長い間公園に来ても誰も、誰一人も私を相手にしてくれなかった。あの頃の私が恋ではないとそう主張した。大変な事態を招いたことを心底悔いたはずだ。彼女の負った傷を見て心も痛んだ。しかしそれは真実だったか。その心の内に一点の曇りもなかったか。あの子が邪魔だったのは私の本心だった。それでもなお微塵の悪意もないと言えるのか。何の作為も頭をかすめなかった。そう断言できるか。私は私の中にあるわずかな欺瞞も逃すまいと追求し続けた。無意識の意図とは罪か。社会は不作為も裁く。それは何か。意識とは何だ。作為とは何だ。嘘とは、偽りとは、欺きとは、罪とは、罰とは、正義とは、悪とは、倫理とは、社会とは、主体とは、客体とは、感情とは、知性とは、心は、脳は、真実とは。真実とは心の中にあるのか、それとも脳の作り出す幻影か。真実はどこに存在する。私は自分自身に繰り返し尋ねた。